はい、どうも皆さんこんばんは、しょねー。さ、今回は新しく出たエンドコンテンツ、ディノバルドのエンドコンテンツをやっていくんだけど、とりあえず、命からがら、第4戦まではクリアした。ただ、ここら辺はね、前期だから。エンドコンテンツ、ライダーズのエンドコンテンツは、5戦からが本番で、なんでかっていうと、HP が減った時にやってくる強化状態みたいのを、5戦は、しょっぱなからやっていくんだよね。それでも全然強さが違うわけ。だから1回では、絶対勝てないでしょう。で、推奨戦力が5万と。もうここまで来ると、ふざけてるね。俺、あれだから、マジでパーティーガッチガチにしてるし、俺日本で37位ぐらいの、結構猛者なんだけど、それでも4万2000がちょっと、限界だったわ、今。で、パーティーはこんな感じ。ダライアス王子にケチャワチャを乗せると。これね、怒涛、土器の吻合。これめっちゃ強くて、SP15 で攻撃力1段階上げられるんだよね。自分自身だけどね、もちろん。で、上げたところにこのスプラッシュクロー。SP90 使うけど、水属性の520ダメージ。この、ディナボル、ディノバルドって、水が 100%、2倍なんだよね、確か、ダメージ。これでめっちゃ削るみたいな、アタッカー要因やな。で、二人目、リオレイヤーに乗せたハルシオン。こいつはね、完全にこの、ロイヤルシールドで、永遠にダライアスを、かばう、要因だね。これなんでかっていうと、ディノバルドね、なんとね、バフを打ち消す技をやってくんだよね。いつもなら自分の攻撃力を上げて、敵をぶん殴るみ、で、いつもならトイレットペーパーで攻撃力バーンと上げて、で、うんち殴るみたいな感じだったんだけど、バフを消してくるからそれができないと。だから、ロイヤルシールドでダライアスを守って、ダライアス神は攻撃力を、上げると。かばえばバフ消されないからね。で、3枠目がティガレックスに乗せたヒルダ。このディバインライトって技が強くてね、SP60 使うんだけど、65% の確率で相手の攻撃段階を1段階下げると。まあね、60ってのはめちゃくちゃ強いけど、ヒルダがもう、ヒルダぐらいしか、まともなステータス持ってて攻撃ダウンがいないんだよね、多分ね。こいつ結構使った人めっちゃ多いんだよ。で、リオレイユとティガレックスは非耐性が 50% あるんだけど、ケチャワチがね、非耐性マイナス 50% なんだよ。だからまあ、それをハルシオンとリオレイヤでかばうって感じやな。行くか。負けるわけにはいかない。正直もうなんだろう、半分も、削れずに負けるんじゃないかなって思っちゃうけど。初手強化でしょ？来たねー。これこれ、これがステータス消すやつだねー。で、ディノワルドねー、これだ、斬鉄の人滅人。これで形態変化してんだ。で、しかもこいつね、やばいんだよ。全部にも耐性ある。ズブ濡れが 0% だから、ズブ濡れで攻めろっていうことなんだろうね。で、属性も水属性以外全部耐性あんのね。これ化け物だからな、マジで。とりあえず1ターン目は、普通に全員殴ろう。ちょっと3倍にするわ。3倍にするわっていうか、もう3倍になってるわ。3倍で一旦進めていくね。で、ここら辺に2倍にしようか。2ターン目。やっぱ素早さ早いな。誰一人相手より早く動けねえわ。遠戦陣。これも、ステータスアップが消えるやつだ。そしたらここで土器の吻合で自分の攻撃力を上げる。で、ディバインライト早速っていう。これもう1ターン目にかかってるな。オッケー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 。まあ、65% だからね。で、ロイヤルシールドでダライアスをちょっと回復させながら、カバー。これで攻撃力アップついてるけど、じゃなくて攻撃力アップついてるから、守るって感じやな。あ、出た！これ！これがやばいの！攻撃力1段階上げて必殺技を打つみたいな、やつなんだけど、これがマジで強くてね、でもこれどうしようもなくない？ディバインライトも打てないし、これもう食らうしかないね、次必殺技ね。ただケチャワチャは非耐性が少ないから絶対に守んなきゃいけないけど、そうするとあれなんだよな、ハルシオンとリオレイヤペアがね、必殺技を2回分食らうんだよ。来た、人滅弾。え、いや、そう、しかもこれ、速さダウンすんのね。これ、どうするこれ、やばいだろう。まあ、とりあえず、もう攻撃力2段階上がったから、スプラッシュクローで、削る。これしか削れないんだ。まあ、もうディバインライトしかない、やること。うわ、下がんねえ。もう下がんなかったら、これ負けじゃないの。まだ希望あんのかな。
で、ここどうするかなんだよな。ダライヤ掃除余裕あるし、ここちょっと殴っとくか、SP。貯めるためにね。何してくるだろう。増強、白エイジみたいなやつ。で、防御力下がっちゃうけど、どうしてここでまた、2段階、上げ直すから、まあ関係ない、これは。準備はできています。これ、タードバレットがね、40% の確率でズブ濡れ。ズブ濡れは、相手の素早さ下げて、クリティカルが発生しやすくなるっていう。まあ、ズブ濡れの耐性が 0% だから、これでやれってことなんだろうけど、僕の番だね。ちょっとその運ゲーはね、まだいいや。ヒルの守ろうか。任せてくれ。多分ね、そんな何回も連続でステータス消してくる技やってこないと思うんだよな。やってこられたらもう、終わりだな。やってくる。逆に打ってこないのか、他の技。いや、しょうがない。また攻撃力上げるしかないな。まあ、ダライアス HP 余裕あるから、まあ。で、ディバインライト。これも当たんないと無理。当たってくれ。よしよしよし。準備はで、ロイヤルシールド、もうハルシオン余裕ないんだけど、HP に。きつくね？まあ、もう守るしかないな。ダライアスが最後の希望だからな。いや、どう考えてもこれあれだね。自分、じゃなくて敵の攻撃力下げるっていうよりは、うわ、まただ来た。攻撃力が上がって必殺技が来るってやつだな。これどうしよう。準備はできています。終わったな。ハードバレット打つか。ズブ濡れにならない。僕の番だね。ロイヤルシールド打ってもだけど、まあもうハルシオンはもうどうせ死ぬから打たなくても。任せてくれ。最後にヒールダー&ティガレックスを守って行ってもらうか。これどうやって倒すんだろう。人滅残。ダライスもえぐい食らうな。スプラッシュクロー打てないか。これダライス次死ぬやつやん。半分も削れねー。マジ。ハードバレットせめてズブ濡れならない。 40% なんだから2回打ったらなるだろう。 70% ぐらいあるっしょ。2回打ったら俺死んだろう。あ、生えたわ。あ、ステータスアップ消えちゃうのか。じゃあやっぱカバー受けは必要だよな。しかもなんねえし、ズブ濡れに。本当はね、攻撃力めっちゃ上げた状態で記憶室使って、スプラッシュクローでガッツリ削るっていうプランだったんだけど、これ無理だな。やっぱこれもう負けだね。とりあえず分かったことは、こいつは必殺技以外は全部ステータスアップ。準備はできています。をやってくるってことだ。いや、まあ、もう勝てないからこれとりあえずリタイアして、ちょっとパーティー組み直すわ。いや、どう考えても耐久戦は無理だから、多分仕留める方向で行かなきゃいけないのね。だから、ライラのブレイクボムで防御力を下げると。SP30 で毎回使えるからね、60% の確率で防御ランクを1段階下げると。これにケチャワチャのスプラッシュクローを乗せるしかねえんじゃねえかな。で、4ターン目で、これ確定っぽいな。人滅残。威力がえぐい。ダライアスじゃなくて、ライラお姉さんはブレイクも投げるしかないで、まあ、とりあえずここで防御力2段階下がってるから相当これ食らうんじゃないか。スプラッシュ食らおう。28000。で、まあ、ロイヤルシールドでダライアス守るしかない。ハルシオンは捨てだな。これどっかでライラのズブ濡れ入れられればいけるか。ここどうしたらいいんだろう。これ奮起のどこをやるべきなのか、殴って SP にするべきなのか。いや、これ SP か。一旦こう殴る。私の番だね。で、相手は防御ランクがまだ大丈夫か。いや違うな。ここやってこなきゃダメか。あー、ダメだ。準備はできた。いや、運だな、こればっかりは。当たんなきゃ終わりだよな。で、
おじいちゃんガードして、でもライラ死んじゃうもんね。6ターン目あれしない？あー、遠征陣普通に打ってくるか。2人とも死んだか。どうしたらいいんだこれ。ちょっと待って、考えさせて。人滅山。オッケー、ダライアスギリギリ耐えたな。で、ここだな。ここで、タードバレットで 40% の確率でずぶ濡れしないと多分軽く足りないと思う。なれ！あー、来ないか。これでね、クリティカルが出る状態になればずぶ濡れになって。でも、ベチコレ削れんだよね。だからそれまでダメだな。ちょっとそれ繰り返すわ。ここは運ならもう。頼む！濡れてくれー！お、濡れた濡れた濡れた濡れて、あー、これもう、記憶石使った方が多分いいよな。いや、HP 減らすと行動変わるか。とりあえず、クリティカル。ずぶ濡れでクリティカル当たんないか。多分クリティカルは、ちょ、運ゲーすぎん、あまりにも。構える。あ、オッケー。あ、そっか、ずぶ濡れになると素早さが下がるから、こっちが先に攻撃できるのか。やっぱりずぶ濡れは必須っぽいな。で、ブレイクボム。オッケーオッケーオッケー。あ、これ最強の状態だわ。記憶石使って、スプラッシュクロを、ずぶ濡れだから、クリティカル出たら、これ、飛ばせるんじゃないか、これ。でーねー、出たら言ってたんじゃないかな、無理かな。これ。ちょ、もう、やばすぎなんだけど、これ。あー、でもビジョン見えた。オッケーオッケー。あのね、ディノバルドがね、これ固定行動なんだ。3ターン目に、構えて4ターン目に放つ、7ターン目に構えて8ターン目に放つって感じだから、それに合わせてずぶ濡れだな。で、クリティカルは多分2回出さないといけないんだな。いやー、まあ現状超運ゲーだな。でもね、これね、なんか知んないけど2ヶ月なんだよね。開催期間が今までのエンドコンテンツと違って。だから、多分この2ヶ月で、こっち側めっちゃ強化できると思うんだよ。なんか。だから、なんだろう。今んとこは全然歯が立たないみたいな感じなんじゃないのかな。多分ちょうど2ヶ月後ぐらいに、勝てるような難易度になってくるんだろうな。はい、てなわけで、ちょ、今回は無理だな、これ。ちょ、一人で倒したらツイッターで報告するわ。さらば。